はい、それでは今回もコールオブデューティーインフィニットウォーフェアベータ。着陸地点は危険だ。作戦エリアに UNSA がいる。このマップはベータ開催期間中に新たに追加されたマップでして、なんか日本語がねちょっとずつ書いてあるんだけど、なんかね BO2 にもあったね、なんかマグマっていうマップで日本語がそこら中に書いてあるようなマップ。でも外人がね想像するね、きっと日本人のいる街なんだろうね、きっとこれは。まあ、シンツァイアってなんか聞き慣れない日本語のようなものが書いてあるけど、まあ、それマップの作りはまあ気にせず、今回は GTF というコンバットリーグに、アサルトライフルタイプという、タイプ2だっけな、そういう武器を使っております。で、この武器ね、こんな風にね、外してね、デュアル武器にすることもできます。僕はデュアル武器しない方がね、好きかな。なんかね、無造作にタワーとかね、そういうね、日本語も書いてあるわけだけどね、日本語が書いてりゃいいってもんじゃないとは思うんだけど、でもタイプはね、結構ね、精度が良くてね、バンバン敵に当たってくれる。今回はもちろんハードラインは付けてある。今、デュアル武器にして、パンチ。で、デュアル武器もまあ、使い方によっては強いと思うんだけど、まあ僕はデュアルにしない方が強いと思います。でもトラックにトラック会社って書いてあるしね、もうねさっぱりだね。いいか倒して、さあもう一人敵が来てる。ちょっと後ろに下がって、後ろに下がったけど倒せない。桜は日本っぽいね。さあ倒してバズキル、近距離に特化してるアサルトライフルのね、ちょっと SMG っぽいけどね、れっきとしたアサルトライフルです。で、今地雷をね設置してね、あの地雷がね結構ね引っかかってくれちゃうっていうのと、まあ、あと自分がよく引っかかったからねアンロックして使ってます。今野蛮人っていう広告があったりね、あとはここに居酒屋ってねあったり、まあ、中央駅ね、とりあえず日本語が書いてあるっていうところ、戦いでも野蛮人なんてね、映画の広告ね、まあ、ありそうだけどね、ありそうだけど、怒りみたいな感じで。パーキング。さあ、下に敵が歩いていった。倒して。さあ、UAV。今回、スコアストリークちょっと変えてるかな。で、地雷に引っかかったおバカな敵がいて。さて、弾が少なくなってきてるから、武器を交換。これ、初期武器？これ、初期の SMG か。イーラットって武器だね、きっと。ちょっとこの時どんなストリークつけてたっけ。ボンバードメントだ。ボンバードメントっていう、まあ、ミサイルをね、3箇所落とせるやつ。はい、結構上の方まで行くと強いね。で、JTF が使える武器は、こんな風に、なんか謎の16、重力ではないか。ボルテックスキルっていうから、なんか何かしらそういうなんか重力波みたいなものを放出して敵を吸い込んで倒すっていう武器。まあ、強いけどね、あのキルを特化したいならね、クロウとかがいいんだけど、さあ今回ね、これなんて言うんだろう。AC130 的なスコアストリーク。これね、ミサイルをね、撃てるんだけどね。まあ、もちろんこういうの使ったらね、敵はみんなね、建物の中に逃げたがるだろうけど、AAC と比べてちょっと違うのは、今、エイムしてる方向に追尾できる、こういう5段ミサイルが撃てて、あともう一つは、追尾はできないけど、指定した箇所に一発だけミサイルを落とすという2種類のミサイルがあって、ただこのマップちょっと建物多いからね、敵がすごい狙いづらい。あとあんまりミサイルはね、拡散しないからね。一人ずつ敵を倒していくような感じだね。ただ稼働時間は結構長い、この AC130 っぽいストリーク。これもねちょっと建物がね邪魔でね、なかなか当たらない。これね、この時ね初めて使ったからね、使い方もちょっといまいち分かってないんだけど、とにかく敵がいたらね撃ってるって感じで。さあ倒して、あんなところでキルスト使っちゃうからね、死んでるね。さあでもあんまりね差は広がってない。倒される。この辺中盤あたりになると敵もバンバンね
スペシャルウェポン使ってくるからね。なんかどことなくね、なんだろう、日本というよりはなんか韓国っぽいね、街並みの感じがするんだけど、韓国にある日本人街と言うべきだろうか。壁走りして、この位置がね強いね。引き倒してだけどちょっと敵がいすぎる。シナプスが前方行って戦い倒して、タイプ2がランクアップ。この武器はねちょっとねプレイ中でもちょっと気に出て強化したりもして、さあ倒して、まあダイルがジャンプしてきてる。キルストリーク、さっきの、空中からのミサイル投下の他に、どんなのがあったかな？なんか、ロボットみたいなやつがあったり、あとは、ヘリガンナーっぽいやつもあったっけな。だけど、どれもアホみたいに強いというものはなくて、まあ、打ち合いをしなさいってことなんだろうね。本作、わざと BO3 に比べて、ブーストの消費量も増えてるんで。それならもうジャンプなくしちゃえばいいんじゃないって思ったりもするんだけど、さあ倒して、カウンター UFO がかかってんのに UFO を呼んじゃう。さああと13ポイントだけど結構ね追いつかれてきてるね。高めのポイントストリークスを発動したんだけど、さああと9人、ずっとカウンター UFO かかってるけど治った。さあ敵が来てるぞ全然倒してないぞ。なんかねロボット、シナプスだっけな、シナプスの別の種類のスペシャルウェポンというか犬みたいなねフォルムに変身してね敵に襲いかかるっていうね、 BO1 の軍用犬っぽい。さあ今仲間にもいたね、今ああいう感じのフォルムにねチェンジして、ただ体力はね少ないからね、まあ、体力普通の兵士と変わんないのか。撃たれちゃったら死んじゃうけど動きがすごいね、すばしっこい。さあ今のはラスキルじゃない、ここはエリア外だった。ちょっと焦って出れない。あと1人やられてしまうこれ前回と何も変わってないね。余計で若干接戦気味だったけど勝利。 GTF のスペシャルウェポンはきっとドミネとかにも、ドミネとかの方がいいかもしんない。肩に向かって撃ったりね。4000スコア超えた。というわけで今回はこんなところで。